グレゴリウス6世、グレゴリウス6世は、第148代、第149代ローマ教皇。本名は、ヨハネス・グラティアヌス。ラテンモンの聖ヨハネ教会の主席司祭を務め、高潔な人物として高い評価を得ていた人物であった。また教皇ベネディクトス九世の大父でもある。ベネディクトス九世が教皇位を知りこうと考えて、大父、グラティアヌスに相談。 そしてグラティアヌスに教皇位を譲り、返礼としてベネディクトス9世は多額の金を贈与した。そうしてグラティアヌスがグレゴリウス6世として1045年5月1日に教皇に就任。宝刀だったベネディクトス9世に代わってグレゴリウス6世が教皇に就いたことをペトルス・ダミアニなどは歓迎したものの、教会に安泰が訪れたわけではなかった。 というのも、かつて、ベネディクトス九世をローマから追放し、教皇となり、後に、ベネディクトス九世によって、ローマから追放された教皇シルーエステル3世が、自らの教皇くらいの正当性を主張したからで、あった。しかもここに来て、ベネディクトス九世が教皇位を手放したことを後悔し、再び教皇座に就こうと格索したことから、事態がさらに複雑化することとなる。 グレゴリウス6世は、サイ・ヒルデブランドの助言を借りつつ、ベネディクトゥス9世には、手紙や、教会会議での呼びかけでもって、シルエステル3世には、武力でもって、事態を収めようとした。しかし、ますます混乱の度を深めるだけであった。この宗教界の混乱を収集するために、ローマ王ハインリヒ3世が1046年秋に、アルプスを越えて進軍。グレゴリウス世はイタリアに入った。 ハインリヒ3世と面会し、王の要請に基づいてストリにて、教会会議を招集。1046年12月20日に会議が開催される。会議では、ベネディクトゥス9世とシルーエステル3世の生殖剥奪とグレゴリウス6世への辞職勧告、及びシルーエステル3世の修道院装置が可決された。会議で、グレゴリウス6世は、私の罪状がシモニアというのであれば、 私の名のもとに開催された、この宗教会議もシモニア的であると述べたものの、結局は辞職をした。公認に、バンベルク市教水戸側が、クレメンス2世として教皇に即位した。グレゴリウス6世は皇帝によって1047年5月にケロンへ連れられ、1048年初頭に、統治で死去した。グレゴリウス6世に突き従ったヒルデブランドは、 グレゴリウス6世が死ぬまでケルンに滞在、この間にクリニー界の思想に触れたと推測されるが、その後1049年1月にローマに戻った。ありがとうございます。